汗かいた。気持ちよかった。ああ、こんにちは。偶然ですね。ご心配なく。運動量が増えた程度で壊れるほどやわではありません。ステージという戦場に比べれば遊んでいるも同然、まだまだ動けますよ。え？嘘、聞こえていたんですか？周囲の気配は入念に探ったつもりだったのに、私としたことが。私の中に燃えたぎる情熱を発散するためです。先日の一件で自分にはまだまだ未知の力が秘められていることを実感したものですから。ご存知だったのですね。もしかしてチカさんや小鳥さんから？本人が持つイメージと離れていれば離れているほど効果があると思ったんです。スクールアイドルは自由です。歌もダンスも自分の心を解放してこそ真の魅力が発揮されるけれど、続けていくうちに一つのイメージにとらわれてしまうことも少なくありません。そうなるとなかなか先に進めなくなってしまいます。だから普段とは違う視点で物事を見て行動する、そうやって刺激を与えて心に絡みついた鎖をほどいてあげればまた自由になれる。きっとお二人の心にも何かしらの変化が起こるはずだと期待したんです。とはいえあくまで私の持論ですので、本当にお二人のお役に立てたかどうか実は少し不安だったのですが。はい、私も一緒にイメチェン計画に参加し、皆さんと苦難を乗り越え遂行したことで自分の中に眠っている無限の可能性に改めて気づけました。その眠りを覚まして、まだ誰も知らない結城せつなを皆さんに披露したい。これからもっともっといろんなことに挑戦して、どんどん限界を突破して新しい自分を見つけていきたいです。いえ、必ず見つけます。もちろんです。あなたが一緒なら、私はこれ以上ないくらい輝けるはずですから、ずっとずっと一緒にいてほしいです。そう受け取っていただいても構いません。だって、あなたに出会って私は生まれ変わったんですから。そして、これからも変わり続ける。新しくなり続ける。この先もずっと私の一番そばで新しい私を見ていてください。